皆さん、森のリーナです。今日の動画は、老け顔とは言わせない、老化を止める34歳のおすすめエイジングケアグッズを紹介します。20代の頃は小じわがとかクマがとか、そういう細かなところに注力を置いていたんですけど、30代になってからは範囲が広がって、顔全体のたるみやくすみ、さらにはあれ、なんか髪のパサつきも老けて見える、猫背も老けて見えるみたいな、そうなってくると家が散らかってるのと一緒で、何から手をつけたらいいのってなりません？ということで、この動画を見たら解決な一本をと思って、やってる工夫やおすすめのグッズを紹介していきます。それでは始まります、スタート。一つ目はじゃん、私は日傘を遮光 100% かつ折りたたみを2つ使い分けています。一つ目の日傘はザ・クラシック東京。遮光 100% にこだわってる理由としては、遮熱もしてくれるんですよ。皆さん、暑さでも日焼けするって知ってました？一般的には37度からがメラニンが活性化してシミができやすくなる。なので遮熱はもう遮光と同じぐらい大事なんですよ。もう一つ遮熱ができるメリットは、実はね、急激な温度差も皮膚を刺激してメラニンを活性化する原因なんですよ。夏場で言うと、例えば暑い外からエアコンがガンガン効いた室内に入った時の急激な温度差。もう一つは、これ意外や意外なんですけど、サウナ水風呂、サウナ水風呂、これね、繰り返すのもメラニン活性化するんですよ。まとめると、紫外線と暑い場所には気をつける。機能性のポイントは大きいんですよ。折りたたみなのに傘を開くと直径97センチなので、少し重みがあります。その分軽いものより丈夫です。風にも強い。紫外線と関係ないけど、その他の機能で言うと、ワンタッチで開く、天候問わず使える、すぐ乾く。もう一つの日傘は、ブランド名がこんちわこんちわで合ってるかな。超軽量、声優兼用傘、軽い。重さわずか、皆さんどのぐらいだと思います？189から 199g、 iPhone より軽いんですよ。コンパクトなので、すごくね、袋に戻しやすいです。こちらと違う点で言うと、開いた時の直径が90センチです。なので7センチこちらよりも小さいです。重さがこっちの半分。どんな風に使い分けているかというと、こっちのこんちわは夏以外、大きい方がいいので、夏は軽くて持ち運びやすい。なのでバッグとかに入れっぱなしにしやすいです。クラシック東京は少し重みがあるけど、100センチ近くあるんで、ね、しっかりね、腕まで紫外線対策ができる。だし丈夫なので、強い雨の日にも使いやすい。おすすめ時期は夏や日差しの強い時期、雨の時にも大活躍。これの間っていうのをネットで見つけて、私は使ったことないので耐性はわからないんですけど、軽くて大きいものっていうね、お互いのメリットを兼ね備えたアイテム見つけました。写真こちらです。続いてのアイテムはこちらです。じゃじゃん、ユニクロ UV カットワイドリブハット、カラーがナチュラルの2990円。帽子のメリット2つあります。頭皮の老化が顔のたるみの原因になるので、実は頭皮の紫外線対策がもう全体のエイジングケアにつながります。もう一つは、最大の老け見え原因の白髪予防になります。なんでかっていうと、毛根、肌の部分、髪の毛のメインの部分、繊維がタンパク質でできているんですけど、タンパク質が糖化するとエイジーズができてダメージが起こるんですよ。それで白髪になります。だから頭皮に紫外線が当たるのを本格的に避ける意識があれば、かなり他と差がつくと思います。私もこれね、やってみてすごい実感したのは、かさつきとかうねり、あと切れにくくなりました。帽子の見た目で言うと、表面がアッサでできていて、裏地が綿になります。その他の特徴で言うと、紐がついてまして、これはね、取り外しもできます。頭部分は少し緩めなんですね。アジャストをできるんですけど、その分の UV 機能が高いのに蒸れにくいんですよ。ここがを緩くしておけば、紫外線の機能で言うと、つばが広めなんですね。なので首の後ろまでしっかりガードできます。これはUPF50 って言って、 SPF のこういう繊維バージョンなので、紫外線の量の50分の1、およそ 2% が肌に到達する。
ていう計算です。つば先にこうやってワイヤーがねついてるんですよ。内側のアジャスターで頭のフィット感の調整も一応可能です。あと手洗い可能、頭皮をエイジングケアすることによって顔の老化も阻止することができるので、改めて重要視するべき。では4つ目、じゃん、UV カット手袋、1390円です。首と手は同じぐらい、なんならもっとじゃない。皮膚が薄いんですよ本当に。だからその UV カットはめっちゃ大事なんだけど、手ってよく洗うから日焼け止め塗ってもキリがない。これはマジでじゃん、フィット感わかります？この緩くない感じ、生活の支障を取っ払ってくれてるんですよ。しかもね、フィット感だけじゃなくて、これするする人差し指と親指が空いちゃうんですよ。スマホもいじれちゃうっていう。その他の機能、 UPF50+、 日焼け止めで言うと UV 効果は 95% 以上です。なのに通気性もいい、汗ばむ時期にもおすすめ、速乾性よし、冷感機能あり、滑り止め機能があるので使いやすい。ハンドケアはその保湿だけじゃなくて UV カットをするようになってから何が変わったかっていうと、なんかね、私指先のね色ムラが気になってたんですけど、前よりかなり均一よりになった気がします。あとは冬ハンドクリーム塗っても塗ってもささくれができてしまうんですね。それができにくくなりました。手袋なのでたまたま乾燥からも守ってくれたっていう。ヒント生活、ブルーベリー&ルテイン、機能性表示食品の記載のあるブルーベリーのサプリです。前にタバコ吸ってる人でも見た目が若い人の秘密みたいな動画でブルーベリー紹介しているんですけど、なんでこの動画でも紹介してるかというと、実はブルーベリーは全野菜全果物の中で一番抗酸化力が高いんですよ。もう若さを保つための最強の食材なんです。ブルーベリーの抗酸化力はビタミン C、 ビタミン E、 ベータカロテンだけじゃない、特に抗酸化力が強力なデルフィニジンやシアニジンという成分も多いです。抗酸化成分だけではなく、サビから身を守る、環境的ストレスだったり加工食品食べた時に発生する活性酸素、いわばそれらサビから守ってくれます。あとは DNA のダメージ軽減、血管年齢って見た目の老けを大きく左右するんですけど、その DNA のダメージさえも減らすと言われているんです。中でもおすすめのブルーベリーはサプリに含まれてるビルベリー、これがめちゃくちゃ抗酸化作用が高いです。1日の摂取量、このサプリで言うと2粒、シミの色だったりシミができ始めたなぁと感じたら、まずは食事から上手にサプリメントで栄養を補助。続いては塗るスキンケア、エイジングケアと言ったらいろんな成分ありますよね。いろいろある中で一個だけ選ぶのならば、私はビタミン C をおすすめしたいです。なんでかっていうと、もう総合的にビタミン C が全てを作り出すんですよ。全てを作り出すって言ったら大げさかもしれないんですけど、全体的なその老け見えの原因はビタミン C が解決してくれると私は思っているので、今日はビタミン C にめちゃくちゃおすすめのスキンケアアイテムを紹介します。 VT のリードルショットビタライトエッセンス、3種類あって、1000と1500と2000、数字が高ければ高いほどビタミン C の配合量が多くなるので、肌のコンディションに合わせてセレクトするのがいいです。2週間で使い切らなきゃいけないものになります。ビタミンの種類って知ってる方も多いと思うんですけど、いろいろあるんですね。純ビタミンとビタミン C 誘導体っていうのがあって、もうどっちもね、ビタミン C ってそもそも浸透しにくいんですよ。あと空気に触れたり光とか熱に弱くて酸化しやすいんですね。そういう特徴があるんですけど、ビタミン C 誘導体は純ビタミン C の弱点を改良した化合物であって、純ビタミン C に比べて成分が壊れにくくて肌にゆっくりと浸透して効果を発揮してくれる成分です。で、純ビタミン C はビタミン C のみ配合されてるので、成分がその不安定ではあるんだけど、肌に塗った瞬間からそのビタミン C の効果を発揮して即効性があります。 VT の美容液のビタミン C は純ビタミン C なんですけど、安定感を保つためにパウダーの状態で私たちに届けて、使用直前にそのシカリードルのエッセンスが配合されてるものと混ぜ合わせることで、肌に浸透しにくいって言われてる純ビタミン C を角質層深くまで浸透させることができる。
ブラウンの瓶にシルバーの容器のエッセンスを入れて、パウダーとエッセンスが均一に混ざるように付属のスパチュラを使ってしっかりと混ぜ合わせます。よくビタミン C 系の瓶は容器が暗かったりするんですけど、これも茶色の瓶に詰めることで酸化を防いでくれて、フレッシュなビタミンを2週間使うことができます。短期集中的にしっかりと美白ケアしたいという方にとってもおすすめです。瓶は硬いんですけど、ここは柔らかいんですよ。なのでここを押しながら適量を出します。これがね、意外にね、使いやすいんですよ。ほら見て、1滴ずつ好きな量を取り出しやすい。テクスチャーはこんな感じです。そこまでチクチク感はないです。1回の使用だと保湿力だったり馴染んだ後のつるっと感とかツヤ感はどの数値も一緒です。ただ何が違うって、線の方がひっつかない、ひっつく。使い続けていくことによって肌の引き締まり感だったり毛穴の目立たなさだったり透明感っていうのが上がっていけば上がっていくほど効果が高いです。引き締まり感マジでやばいです。本当に使ってみてほしいです。体感としては1000と1500、2000全部私使ってみたんですけど、副作用があんまりなかった分2000が個人的にはおすすめです。どうせならマックスいこうぜっていう、副作用が心配だから最初は少量ずつでだんだん増やしていく、そんな使い方が個人的にはおすすめです。正直私美容医療とかエステとか好きなんですけど、これ使ってたらまず普段行ってる人は回数減らせると思いますってぐらいエイジングケア効果しっかり感じられます。続いてのエイジングケアグッズはこちらです。同じく VT のリードルショットビタライトアイクリームです。これね、一番感動したかも。これ同時に届いたんですけど、こっちを使う前にこのアイクリームだけ試しに夜塗ったんですけど、マジで翌朝目元の張りが出たんですよ。これはね、何がすごいかというと、自分の肌が放つ電流で振動するんですよ。どのぐらい振動するかというと、1分間で12000回で、私が体感したその張りねの秘密は、多分このビタミン C とビタミン C、メラゼロ、ビタミン B3、グルタチオン、パンテノール、それらの成分が角質層までしっかりと浸透させてくれることによって肌の張り感だったりとか、メーカーさんが歌ってるのは明るい目元に仕上げてくれるというアイクリームです。なんですけど、私はマジでふっくら感というか目元が若返ったというか、使用感的にはこんな感じで、ほらもうアイクリーム出してないのに私がここ触ってるだけで振動するんですよ。ひんやりしてるのでこれ使うとむくみもねケアできるんですよ。テクスチャーはあーこんな感じ。これねマジで伸びがいい。テクスチャー気持ちいいですよ。もうもったいないもったいない。ちょっとアイシャドウ塗っちゃってるけど塗ります。これ本当におすすめで、私はこれを全顔に塗って、これを目元と、私は一番シワが気になるおでこにも毎晩塗ってます。しっかりと透明感をアップさせたいんだったら2つの併用がおすすめです。最後のアイテムはこちらです。じゃじゃーん、やっぱり水だよね。私は1リットルのボトルを持ってます。やっぱり体内の水は新しいものを入れてどんどん古いものを出していかないといけない。じゃないと古い水をそのまま体内に循環させることになるんですよ。肌の細胞って一つ一つが水で満たされてるんですね。なので新鮮な水を飲んで水分を新しいものに変える必要があります。理由は体内で余ったブドウ糖が血管内に入り込んだ時に水分が入れ替わらなければ血管内の糖の濃度が高くなってタンパク質や脂肪と結びついてしまって AGE に変化する確率が高くなります。なので私はこの時間が書いてるボトルがあるんですけど、こういうのね、いろんなボトルあると思うんですけど、私は午前の時間と午後の時間が両方表記されているものを使ってます。私はこれを直接このまま飲むのではなく、常温のまま別でグラスを用意して飲んでます。最後のアイテムはこちらです。じゃじゃん、シナモンパウダーです。なんでシナモンかっていうと、
シンプルに抗酸化作用が強い調味料になります。プロアントシアニジンっていうのが入っていて、これはポリフェノールの中で最も抗酸化作用が強い成分になります。ポリフェノールの中で一番強いってすごくない？そう、クローブとかね、オレガノとか26種類のスパイスとの比較実験の中でもシナモンが最高の抗酸化作用を発揮したそうです。毛細血管ケアもできるんですよ。毛細血管っていうのは何かというと髪の毛よりも細い血管のことで、これがねマジで見た目の年齢を左右するって言われてるんですよ。ただ過剰摂取はマジで気をつけてください。代表的な副作用が肝臓とか胃腸の障害。1日の摂取量でいうと体重60キロの人で 2g なので、40キロ台だったら 2g 以下。はい、いかがだったでしょうか。今日は老け顔とは言わせない、老けを止める私のお気に入りエイジンググッズの紹介でした。 VT のアイテムは概要欄で9点のリンクをいただいているので、よかったらそちらからチェックしてみてください。改めてどんな人におすすめしたいかっていうと、本格的にエイジングケアをしたい方だったり、肌の印象を明るく見せたいっていう人かな。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。